最初はちょっとちっちゃめの映画ぐらいな感じで想定してたんですけど、田舎から出てきたミュージシャンとその女の子をマネージメントすると言い出した女の子のちょっとコミカルな話っていう物語だったんですけど、である時まあアイナさんを知って、その辺りからまあ彼女を想定しながら映画の中で彼女の歌声が流れる、彼女のパフォーマンスが展開されるっていうことを想定しながらこう書いていくうちに、だんだんとこういろんなものが膨らんできて、まあこういう対策になってしまったという。なんか歌って。聞きたくない。あなた声どうしたの？歌しか歌えません。大切な私のこと一個って呼んで。マオリって名前は捨てたの？恋人です。一緒になる約束をしてました。私も手伝いますから。オーディションしてください。俺のことに。永遠には続かないよ、そういう時間は。希望とか見当たらない。だけれど。もしもし、キリエ？見当たらない。だけどあなたがここにいるから。